はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回はですね、レビオンロイヤルの戦い方のご紹介です。まあレビオンロイヤル、レビオンのねつくカードをいっぱい入れたデッキなんですけども、まあローテーションの方だと、まあキーカードであるレイサムさんはやっぱり手放せない。そしてアルベールさんはやっぱりエンハンス級で使って、ジェノや、弓使いなどを、デッキから無理やり場に出す能力が強力ですね。あとは7ターン目にねレビオンシスターズ登場すれば、3枚全部手札に加わるプラス3枚出すこともできるので、なかなか強いということで、基本的に、まあ、今後ろに映ってるのは僕の、作っているというか使っているデッキなだけですので、皆さんそれぞれねルネスが入ってなかったりとかねいろいろとしますが、まあ、そこら辺は皆さんのお好きなように作ってください。後ろにあるのはサンプルです。ということで、試合いってみましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあそれではやっていきましょう。ホワイトさんはウィッチですね。マシンなんだろうな先行、まあ、まあいいでしょう。わーお、白人剣舞いらない。ルネスもどちらかといっていらないですが、まあいいでしょう、まあいいでしょう。さあ対戦よろしくお願いします。レイサムさんが引けた。ルネスはまあレイサムを出した後使えればかなり強いかなってことでいいかな。 OK、 じゃあまあとりあえずレイサムで展開していきましょう。さあお相手さんの2ターン目なんですけど、ちょっと読み込みが長いかな。携帯さん頑張って。だいたいマジックミサイルなどが、おー、ジェットウィッチ、なるほど。まあ機械だよね。今機械系のウィッチ強いからね。ジェノさん引いたものの、ジェノさんはまだいいでしょう。まあここはルネス出します。TP をいい感じに使いたかった。それだけです。ただそれだけです。さあお相手さんの3ターン目。これ進化軸だ。これ進化軸だ。まさか進化軸か。ぶっちゃけその守護なかなか強い。ディオーズさんでターンエンド。お相手さんのジェットウィッチの当たりどころもなかなかいいかったな。オッケーオッケー。じゃあそうだな、次やることがないというか、ないわけじゃないんだけど、メルミン進化してくる。サンサン、あー機械生命体、あそっか進化してるから体力がバカみたいに。どうしましょうかね。これはレビオンの弓使いとジェノで取れるっちゃ取れるが、人で行こうか。で、そうですね。さっきね、弓使いとジェノでって言ったんですけど、弓使いは手札にね、いないとダメなんですよね。カードが、レビオンカードが。さてと、お相手さんの5ターン目、マシンブックソーサラだっけか？違う？そっち進化？オクトリスで奪われることが嫌だったか？なるほど、そうとって。どうだろうな、これ次どうする？あー、レビオン。うん、レビオンカードがあれば発動するので、ジェノ、弓使い。優しくしたよ。からの、進化時能力でモニカを取りましょう。OK で取りまして、クイカードにも使っちゃっていいかなーって感じですね。
首飾りをジェノに使うことによって、お相手さん33で取りにくくなるというか、取りづらいでしょう。モニカがもう1枚いたときに、やられるんですね。ジェノが、ただで、上から取られてしまうということで。ただ、今の、マジカルピストン、うんちゃらってやつは、7コストで使えば、モニカも出す感じなんで、モニカを出しつつ、進化圏回復だから、もう回しに行く。そうさら。もちろん進化使って、どっちを取りますか？技術こそがソリューション。技術こそがソリューション。おあやさん、ここの取り方次第では、ねえ。ああ、まあ、進化圏か、やっぱりな。まあ、そうだね。まあ、それが正しいというか、なんというか。空いてる。まあ、とりあえず、レビオンシスターズ登場。マイム、ミーム、メイムでいって、アールベールさんは、これはまあ、9ターン目に使うとしましょう。で、マイ、メイムか。メイムで、取って4点はぶち込みましょう。お相手さん進化圏ないけどどうだ。お相手さんのデッキ的に進化軸だとは思いますけど、なんだっけ、さっきの獣がどうだろうな。獣が出てきたとしても2面しか除去されない。ささやき一つでたやすく変わる。神社、ゼウスが手札にいないことを願うのみというか、10ターン目まで耐えたくないな。あなたの呪いは言霊。もう獣が進化圏も回復して、怪異の頭、マジカルレベル、妖精の頭。まあ、盤面にいるマイムが相打ちで取れるので、プラスオクトリスでその進化圏奪っちゃおう。あーん、まあいいや、オクトリスで奪う。世界は我が懐に、世界は我が懐に。オッケー、なかなかいいですよこれ。オクトリスを進化して、証券が来ないか。そうか、まあ、とりあえず相打ちからのこいつ取って、ジェノを呼べばいいか。次はまあアルベールさんでいいかな。ジェノかオクトリスどっちか死ぬと思うけど、まあ問題ないかなと思います。ここでゼウスが飛んで来ないのか。そっか、ゼウス飛んで来ないぞ。モーニカちゃん、残念ながら進化圏はない。テトラ、これは、おっと、これは生き残った。これはまあアルベールさん確定でやるんですが、勝ち、我が身に宿る絆のいかずち、これ勝ち、誰か私にだよな。だって14点でしょ、相手さんの体力。アルベールさんは自分の場にレビオンフォロワーがいれば攻撃力1上がるんで、勝ちってことで、はい、レビオンロイヤルでした。まあ、今、ロイヤルはかなりきつい環境ではありますけどもね。まあ、戦えるって感じです。ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方、お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。